さあ次は2話目ですわね。どなたかしら、風間さんですわね。風間さん、頼みますわよ。変な話しないでくださる？お願いしますわ。僕は風間望む3年だ。それじゃあとっておきの怖い話をしてあげよう。この学校に伝わる階段の中でも最も怖い話だ。とうとう本気を出してくれますのね。6週目最終週にしてやっと本気を出してくれますのね。正門の横に校長先生の銅像があるのは知ってるだろう。あれは夜中になると一人でに動き出すんだ。終わり。え？え？終わり？これで本当に終わりなのか尋ねる。しばらく黙って様子を見る。いや、尋ねましょう。ちゃんとこれは物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。ああそうだよ。どうだ、なかなか怖い。怖いだろう。一体この人は何なのだろう。確かにこの話が本当なら怖いと言えなくもないが、銅像が動くなんてデマでよく言うような話じゃないか。この人は僕をからかっているんだろうか。どういうつもりなのか尋ねる。銅像のことを詳しく話してもらう。しばらく黙って様子を見ている。どういうつもりなんでしょうか。どういうおつもりなんでしょうか。なんだい、何か文句でもあるのかい。いえ、文句ってわけじゃないんです。ただあまりにもあっけない気がするんですけど。しょうがない。それじゃあもう一つとっておきの話をしてやろう。驚いて腰を脱がさないでくれよ。風間さんは睨むような目つきでみんなを見回すと、咳払いを一つしゆっくりと話を続けた。みんな下駄箱は利用するよな。当然だ。あの下駄箱さ、実はあそこに人玉が出るって話を知ってるか。終わり。これ以上続ける意味あるかしら。でもちょっとあまりにも短すぎるので、 2,3 分でしょ。まだちょっと早すぎるんで、さすがにこれで終わりなの、本当に終わりなのか尋ねましょう。物質はお前沈黙に包まれてる。コピペでしょ。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてきた。これで終わってしまったんでしょうか。ああそうだよ、何か文句でもあるのかい。いえ、文句ってわけじゃないんです。ただあまりもうコピペじゃないですかこれ。もう僕が2つも話したのに不満なのか。仕方ない。それじゃあもう1つ話すとするか。実はこれはあまり話したくなかった話なんだが。今までのはジャブ。こっからが本番。さあ風間さんお願いしますわ。風間さんは思い詰めたように押したまった。しかしすぐに顔を上げると話を始めた。君たち3年に小出照夫ってやつがいるのを知ってるかい。あいつタヌキに取り憑かれてるんだ。終わり。天丼、天丼ですわね、これは。お笑いで言う天丼ってやつですわね。同じようなネタを3回続ける天丼ですわ。これで本当に終わりなのか尋ねる。もうこの人だけで7話いくのではありませんこと、これ。さあ本当に終わりなんですか風間さん。ああそうだよ、僕は3つも話してしまった。約束では1人1つじゃなかったのかい。もう満足だろ。いやでもそのなんていうか、もうちょっと具体的に話をしてもらいたいんですけれど。本当ですわよ、わがままのやつだな君は。まあ仕方ない、僕は4つも話すつもりじゃなかったけれど。風間さんは悩むように頭を抱えた。今度こそ本当に怖い話をしてくれるんだろうか。風間さんは長いため息をついた後、おもむろに話を始めた。実はな、3年に沢光司って女がいるんだ。細くて釣り上がった目をした頭のいい女なんだがな、あまり可愛くないんだ。彼女な、真面目なんだか、付き合いが悪いのさ。誰が誘うとも決して誰とも付き合おうとしないんだ。男でも女でもだ。いつもさっさと帰ってしまう。クラブに入っていないしな。僕はね、ある日彼女の秘密を偶然に知ってしまったんだよ。お、さあ、風間さん。どんな秘密を知ってしまったのかしら。彼女には誰とも付き合えない秘密があったのさ。なんと8つも進学塾に通っていたんだからな。終わり。これでもすごいですわね、8つ。1日1つ通っても1個余りますものね。1日に2つ以上通ってますわねこの方は。さあ本当に終わりなのかしら。
これもう頼みますよマジで。それって怖い話なんでしょうか。さっきまではどんなに短くともとりあえず怖い話ではあった。それが今のは何だ。ああ、そうだよ、8つも進学塾に通う女なんて有利より怖いじゃないか。そんな女と君は付き合いたいと思うかい。まあ言いたいことは分からんでもないですが、ちょっととりあえず現実的に怖いかどうかはいいんです。もっと想像をかきたてられるような怖い話をしてもらえませんか。仕方ないな、僕にどうしても本当に怖い話をさせる気なんだね。わかった、どうなっても知らないよ。心なしか風間さんの顔が青ざめてるように思えた。そして体が心なしか震えてるように見えた。風間さんは躊躇しながら話し始めた。実はね、いや、これはやっぱりやめた方がいいと。これはまずい話なんだ。とてもまずい話だから、聞くと気分が悪くなるかもしれない。君は学校の食堂を利用したことがあるだろう。これまずい話って本当に食堂の何々定食がまずいとかそんな話じゃないかしら。大丈夫かしら。あそこの、ちょっと待て、嫌な予感がする。黙って話を聞く。嫌な予感がしますわね。ちょっと待ってもらえます。なんだ、せっかく話す気になったのに水を差さないでくれないか。ひょっとして学校の食堂はとてもまずいとかそういう話じゃないでしょうね。なんだ、君も知っていたのか。そうなんだよ、あの食堂はまずいだろ。やっぱりか。まあ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 、分かってますわ。あんなにまずいのに人が入るのは安いからだな。あの定食のことを思い出すと想像をかきたてられてしまう。ああ、気分が悪い。風間さんが青ざめていたのはそのせいだったのかもしれない。どうしよう。この人にこのまま話を続けてもらっても怖い話は望むそうにない。もう諦めて次の人にバトンタッチした方がいいのだろうか。まあ、もうちょっと我慢してあげましょう。お願いしますよ。これは怖い話の特集なんです。学校の食堂がまずいのどうのっていう話じゃないんです。これじゃ記事が書けませんよ。誤称だから僕を助けると思って真面目に話してもらえませんか。風間さんは不満顔だ。でも仕方ない、僕は粘った。どうやら話す気になってくれたみたいだ。今度こそ怖い話を期待したい。しょうがないな。僕はもう5話も話したんだよ。一人目が一つ話したから僕はもう一つ話すと、もう七不思議が完成してしまうじゃないか。みんなこれは失敗だよ。僕に七つ目の話をさせるなんてね。それがどんな災いを招くか分かっていない。はっきり言って七つ目の話なんてどうでもいいのさ。問題は七を話したという事実が大事なんだ。そんなことないですわよ、マジで。そうだな、七目は。この学校で5年前に自殺した奴がいる。終わり。え？7話目の話、2行で終わってしまったのですが、これはひどい。これは本当にひどい。これでいい。これで七不思議は完成した。七不思議が終わるとどんなことが起きるか知ってるかい？一人いなくなるんだよ。そうさ、今までいた人間のうち一人が急にいなくなってしまうのさ。ほら数えてごらん。一人、二人、三人、四人、五人、六人。六人しかいない。これ自分のことを数え忘れているのでは？君を含めて7人いなければいけないはずだろう。それが6人になっている。風間さん、自分のことを数えてません。つまらないやつだな君は。せっかく僕が盛り上げているのに、どうしてさっきから水を差すんだよ。まったくもう、ブツブツブツ。風間さんブツブツ言っている。どうして先輩はこんな人を呼んだんだろう。もしかしたらこの企画を失敗させるつもりじゃないのか。僕は気を取り直して3人目の話を聞くことした。もう日野さん、こんな方なんで読みましたの。本当にこの方全6週見てきましたが、ろくな話ありませんでしたわよ。本当にひどい。 100% ネタワークでしたのね。さあ気を取り直して、福沢さんですわね。この方はちょっと煽ってくるのが若干うざいだけで、ちゃんとした話はしてくれるので風間さんよりいくらかまし。てかまた風間さんと福沢さんセットですのね。なんか毎回セットですわねこの二人は。皆さんこんにちは、私福沢玲子1年です。よろしく可愛がってください。さあ6週目にしてとうとう
伸ばすところを2回、2個伸ばすところになりましたね。いきなりですけど皆さん、花は好きかしら？サンチャ君は好き？好き？嫌い？別にどっちでもない。私、花、花は別に好きではありませんわね。白いバラなら好きかもしれませんわ。ただ花となると別に好きではないので、まあ別にどっちでもないにさせていただきますわ。ふーん、あんまり興味ないみたいね。まあいいわ。突然だけど、桜の花は見ていてどう？あの桜の散り際の桜吹雪の中を通ったことある？そうかんよね。あなたは花は好きでも嫌いでもないって言ってるけど、そういうのはどうなの？桜を見ていていい気分になったりすることはないの？美しいなとか思わないわけ？はっきりしない人ね。さっきの私の質問に対しての返事もしっかり聞かれてるんだからね。え？何に言って？花の精霊によ。あなた知らないの？花焼きにはね、精霊が宿るんだよ。特に樹齢何百年とか何千年っていう木はね、いろんな歴史を見てるでしょ。人の生き様とか街並みの移り変わり、とにかくいろんなものを見てるのよ。人間なんかよりずっと偉いんだから。私のことをバカにしてる？おかしいとか思ってるでしょ。花ってね、人間の言葉はわかるんだよ。言葉だけじゃないよ、感情までわかっちゃうんだよ。サボテンを使った実験で証明されてるんだからね。サボテンはね、人間の言葉によって成長が早くなったり遅くなったり、より美しい花を咲かしたりするの。私もサボちゃん飼ってるよ。太郎ちゃんと花子ちゃんっていう人の二人のサボテンちゃん、毎日話しかけてあげるの。そうすることが大事なんだからね。優しく話しかけて大事に育ててあげると、それだけ立派なサボちゃんになる。だからね、逆も言えるんだよ。それってあれじゃないかしら、あの二酸化炭素、喋るときだから、あの息を吐くですわよね。その時に二酸化炭素が出るので、まあそれを吸ってるんじゃねえかっていう、あ、それを吸ってるのではないかしら。光合成とかできますしね、彼らは。なじったり嫌な光景を見せたり、粗末に扱ったり乱暴したりすると植物だって怒るんだよ。特にさっきも話した何百年も何千年も生きてきた木なんかは怒らすと怖いのよ。精霊が宿っているからね。それで三直も見たことあるよね。旧校舎の裏にある一本の大きな桜の木、なぜか忘れ去られたように寂しくポツンとある一本の木。あの桜って樹齢千年を超えてるんだって。だからあんなに大きいのね。それで実を言うとね、新校舎の裏にある第二運動場はあそこにできるはずだったんだってけどね、あの桜の木があるからダメだったのよ。どうしてかわかる？あの桜をね、切ったり掘り出そうとすると事故が起きるんだって。工事中に3人も死んだらしいよ。木を切り倒そうとした1人は鉄骨に押しつぶされて圧死。掘り出そうとした2人はそれぞれ原因不明の発熱で1週間苦しみながら生死の境をさまよった末に死亡。誰も手を出すことができないんだよ。他の場所に移すのもダメなんだってさ。お祓いをやろうが何をしようが全然ダメなんだって。怖いでしょ？怖いですわね、これは。怖いの？結構怖がりだったのね。怖いでしょってあなたが聞いたから私怖いって言ったんですが、でもさ、よくあるわよね。道のど真ん中に生えている木とか、その木が切れなくてそこだけ下げてある建造物とか、あれってやっぱり何か事情があるからでしょ。私の家の近くになんか鳥居があったのですが、それを壊して家にしてましたわよ。あれびっくりしましたわ。え、大丈夫なのかしらと思いましたけど。木を切ることができないのはみんな一緒だけど、それにまつわる事情についてはそれぞれ違うとは思うけどね。それでね、例の桜のことなんだけど、ちょっと興味ない？木は頭いいんだからさ、普通に育った木なら事情を理解してもらえば怒ったり邪魔したりしないんだよね。何か事故が起きてしまうのはちゃんと木に事情を説明しないか、それとも悪霊が宿っているのか、どっちかよね。私はそう思うのよ。でもね、あの木にはちゃんと事情を説明したんだよ。他へ移すだけだから絶対に木を傷つけたりしないってことをね。私そう聞いてるもん。けれどそれを納得してくれなかったということは、やっぱり悪霊が宿っているのかしらね。いやでも木を傷つけないっていう、物理的に不可能ではないかしら。しかも結構大きい木
ということなら余計ですわよね。根っこは切れるでしょうし、体の一部ですわよ根っこも。あの桜にはいろいろな噂があるんだよ。その話をしてあげる。またしんどさ音楽ですわね。まだ旧校舎が使われていた頃の話よ。といってもその頃はもうあの桜もかなり年数が経っていたでしょうけど、普通の桜で普通の花を咲かせていたわ。当時1年生だった東条美雪さん、あんま名前は私ちょっとトラウマがあるというか、あんまいい思い出のない名前ですわね、はおとなしい子で友達のあまりいないようなタイプだったのね。でも決して暗いわけじゃないんだよ。それには理由があったの。仲のいい友達がいたから。彼女の友達ってその例の桜だったんだって。バカげてるって？うん、確かにバカげているんだけど、みんな昔の子でしょ。ただのロマンチストの子なんだろうって思ってただけみたい。不思議ちゃんですわね。その頃はみんなと少し外れた子がいても今のようなひどいいじめとかなかったと思うし。いや、そうですの。昔の方がそういういじめって多いんじゃないかしら。朝彼女は学校に来ると桜におはようの挨拶をして休み時間に会いに行き、お弁当はそこで食べ、放課後には学校の門が閉まるまで桜のそばにいたの。雨が降っても雪が降っても真夏の暑い日でもいつもね、桜の根元に腰をかけていつも楽しそうに独り言をつぶやいていたって。だからなのかどうかは知らないけれど、毎年見事な花を咲かせていたそうよ。桜にも気持ちが通じたのかしら。カメラマンが桜の写真を撮りに来たこともあったそうよね。そうして平和の2年間が過ぎ、卒業式が間近に迫っていたある日のこと、クラスメートがその桜の木の下で彼女ともう一人の人影を見かけたんだって。しかも男の子。東条さんって進んでるね、進んでるのね、見かけには寄らないわ。だからいつもあそこで相引きしていたのに。まあ高校3年生なら割とあるんじゃないかしら。今中学生でも何でしょう、付き合っていたりすることがいらっしゃいますしね。そんなに進んでるってほどではないんじゃないかしら。ちょっと分かりませんが、私は。東条さんおとなしいからそんな浮いた話が出たこともないのよね。彼女が桜の下にいつもいるっていうのはみんな知っていたけれども、特に注意して見てることがなかったから今まで気がつかなかったんだね。でもそんなことってあると思う？だって彼女授業中以外はほとんどそこに入り浸っていたんだから、いくらなんでもみんながそのことに気づかないわけないわよね。私もそう思うんだけどね。それがね、ちょっと違ったの。確かにクラスメートが目撃したのは彼女と男の子だったんだけど、ちょうどその時告白されていた場面だったんだよ。彼女はそのことを悩んだわ。別に彼に問題があったわけじゃないんだけどね。なんでかって、彼女もその桜もお互い接しているうちに友達を超えた感情を持つようになっていたら桜に恋してしまったということ？なんか千と千尋の白と千尋みたいな感じなのかしら。頭が変じゃないかって。だからさっき言ったじゃない、植物には感情があるんだって、精霊が宿ってるって。きっと植物が好きな人や感受性が豊かな人や霊感の強い人はきっと話ができるのよ話が飛躍してきてますわね。告白されたことで彼女やっと気づいたんじゃない、自分は人間で相手は桜の木なんだってことに。食中プレイができますわね。あれから桜の下で泣いている彼女を目撃したっていうクラスメートもいたし、ほらアイドルのすっごいファンで追っかけようとしていたのに実際にボーイフレンドができて現実に目覚めてしまうことかっていない声豚ですわね。対象は違うけど彼女もそうだったのね。彼女桜に卒業機会にもうそばには いれなくなるって言ったらしいわ。それと好きな人ができたってことも。それ以来彼女は桜の木には近づかなくなったの。そして卒業式の前日、やはり気になっていたんでしょうね。彼女は放課後そっと桜の様子を見に来た。本当にさよならなのね。
もう私がいなくても大丈夫でしょう。そしてそっと桜の幹に寄り添った。彼女は目を閉じ、この桜はこんなに暖かかったかしら。幹の中から何かが流れている音が聞こえる。人間と一緒なのね。こうしていると桜の花の香りに包まれているようだわ、とつぶやいた。だんだん西の空が赤く染まってきて、東には星も見える。いつもより空が近く感じるのは気のせい？なんかロマンチックな感じになってますわね。だんだん気が遠くなっていく。翌朝、東條さんの名前が書かれた靴が桜の木の根元に転がっていたそうよ。しかも不思議と桜が満開だったって。東條さんね、あれから行方不明になっちゃったんだけど、クラスメートたちは口々に彼女はあの桜の木に飲み込まれていってたんだって。あの桜は離れていってしまう彼女をどうしても引き止めたかったのね。どうせなら一緒になってしまえばと。取り込まれてしまった彼女の意識が、最初はその一部だったのが、いつの間にか桜全体を支配して、しまいには桜そのものになってしまったんでしょう。夕刻にあの桜に近づくとね、私に気づいて、私はここにいるわってささやきが聞こえてくるそうよ。だから動かされることさえ拒み続けているんじゃない。そうね、悪霊というよりも彼女の強い気持ちが働いて、その桜を説得することができない原因の一つになっているんでしょうね。あの桜、旧校舎の裏にあるからあんまり人には触れないんだけど、普通の桜の花より濃い色をしているんだよ。遠くから見ると赤い霧のように見える。これで私の話は終わりよ。じゃあ次の人どうぞ。なんかすっきりしない話ですわね、今回のは。いろんな意味ですっきりしないですわね。バッドエンドかっていうとそうでもないし、グッドエンドかっていうとそうでもないし。